はい、えー、ホワイトベース関連放送ですね。はい、えっ、ー、と、前回、今年最後とか言いながら、まあ、証拠りもなく普通にやってますけども、はい。まあ、そういうもんです。えっ、ー、と、今、今日はね、えっ、ー、と、27かな。はい。だから、まあ、あのー、年越しうやでそろそろ北海道入りする人多いと思うんですけど、まあ、すでに入ってる人も多いと思うんですけどね。えー、一応僕の方でも、あの、パタパタっとですね、えー、ソーシャルを叩いてみるとですね、やっぱ、あのー、もうすでに、すでに到着している人いますね。 はい、で、えー、っとね、まあ、もう今から準備していくっていう人は多分もういないと思うんで、宗、え、谷、ー、にい行ってる人たちね、今ね、あのー、にちょっとお願いがあってですね、ちょっと動画を撮ってるんですけど、あのー、1人2人でもあ耳に届けばと思うんですが、あ,のーまあ、あそこ、キャンプ場じゃないっていうのは皆さんよく分かってると思うんですよ、でキャンプはね、あのー、地元のご厚意でさせてもらってるっていう形になります。 で、あの、一般的な公園で、えー、人も入りますし、日中はね、天気良ければ子供とかも入るところです。で、そこで、あの、キャンプするときに一番危険になるのがですね、あの、ペグですね。 ペグあれね、あのー、ペグ打つときに、あれ、雪で見えなくなりますし、あの、絶対その頭がね、こう飛び出すような形で打たないでほしいんですよ。あれ、つまずくと大怪我しますんで、えー、必ずですね、あのー、全部打ち込んでください。はい、えー。打ち込んでもらいたいというのとですね、えー、まあ、やむをえず頭出てるときはですね、なんか、あのー、サイリウムかなんか置いとくとかですね、あライト光らしておくとかですね、何かしらの策をしていただきたいというのと、 で、あの、年越しが明けるとですね、えー、店とかバーってみんないなくなります。はい。で、その後の、あの、本当は、おもう僕の視聴者さんだけにお願いするのは、本当に申し訳ないんですけども、ゴミね。 ゴミ、特にその差しっぱなしのペグとか折れたペグとかね、あのー、空き缶とかそういうのだったら誰が捨てたかわかんないっていうのもあるんですけども、ペグとかキャンプ用品落ちてたらか、もう確実にキャンパーだなっていう感じになります。なので、えーまあ、自分のじゃなくてっていう人もいると思うんですけども、ゴミをね、全部拾えとは言わないです。はい、あのー、まあ、一人で拾えるだけ。 あのもうあの片手いっぱいぐらいでもいいですよ。ね、あ,のあったらあ、もし落ちてたらですね、えー、拾っていただけると非常にいい幸いでございます。はい。ですね。で、あの一応僕もですね宗谷まで、まあ、宗谷でキャンプすることは僕、目的じゃなくて行ったんですけど、あの結局、その、 氷点下の世界でも一定の条件を満たせば走ることができるんですね、バイクで走るにあたってですね。で装備、一定の装備を満たし、一定の条件があれば。でそこをバイクで走るというのは、あの基本的にやっぱ特別な経験にはなります。ただ、ツーリング気分では走れない。 うん、どっちかといえばですね、あの冒険ですよね。冒険とかその運試しみたいな話のに近いもんなので、えー、かなりのリスクがあります。でリスクをですね少し一つずつ消化しながら走っていくようなものなので、あの実際そのツーリングが楽しいからとかで行ってる人っていないと思うんですよ。そういう人は、ね、リタイアしていると思うし。 あと、度胸試しとかでね、行ってる人とかも、まあ,あ、いないとは思うんですけどね <laughs>。中には、ノーマルタイヤでここまで来れました、ははー、なんてやってる人いるんですけど、それはもうも、う言語道断なんですけど、非常にこう特殊な話です。で、その中で得られるね充実感、楽しさっていうのもね、非常にこう分かりますので、別に僕は反対はしないです。はい。あの、いつかね、また、機会があればね。 機会が巡ってくればあの行ってもいいかなとは思ってますけれども、はい。まあ、ただ、しなくてもいいことをする話なので <laughs>、えー、えうん、あの、なんだろうな、両手話でイエーイとは言えないんですけどね、まあ、このご時世ね。はい。なので、えー、まあ、静かに見守っている感じではあ,あります。はい。で、あと、まあ、あのー、 ガタガタ震えながらね、トイレの中でさ、夜を沸かしてる人とかね、あの、どうしても自分の持ってきた装備で、ね、貧弱すぎて足りなくて、かくまってもらってる人とかね、たまにちらほら見かけますので、あの、冬キャンプしたことがないっていう人は、まあ、素直にね、素直に稚内のホテルに泊まった方がいいと思う。うん、僕は、あのー、普通に泊まりたいけど、うん。あそこのね、焼肉が美味しかったよ。 はいえー、というわけで、そうや行かれる方、はいえー、と皆さん、あの無事に、ね、帰ってきてください。あのー、そういうアタックでね、例えば事故ったとかね、あの死人が出たとかね、誰かがあそこでキャンプで凍死したなんつったら、もう一気にもう全国レベルで規制が入りますので、はいえー、そこはもう本当に、重、あ、々、のー、承知の上で途中で無理そうだなと思ったらです、ね、引き返す、えー。夕暮れ時まで走らない。 ねあの、すぐ火落ちちゃうし、で、あとは峠は無理して越えない、ね、えー、いろんなあのがある,あると思うんですけども、えー、そういったことを気をつけながらですね、えー、頑張っていただければなと思います。はい。ねえー、僕はあの今年はね、寝正月で行こうかなという感じです。はい。あのー、ワンコのこともありますしね。えー そういう形で、えー、じっとりと地元で過ごして、まあ、走るは、走るでも近場を走ろうかな。うん、っていう感じですね。はい。よろしくお願いします。でえっとね、あのー、納車とか買取とかに関してはですね、あのー、行ってますんで、まあ、行ってるって言ってもそのよ、正月明けの話なんですけど、えー、まあ、こうやって僕はプライベートでの外出を控えてるからといってですね、えー、バイクの売買の方の問い合わせを、ちょっとやめとこうかなっていうのはね、そこだけは、あのー、 あの遠慮しないでください。あの、バイク運ぶ方法はいくらでもありますんで、えね、今こういうご時世ですからね、私が行かないで、えー、電話とメール、動画等で、えー、お話をして、えー、陸送と振り込みでやり取りをするっていう方が世間様的には喜ばれますんで、はいまあ、ちょうど運よくですね、えー、そういう時期に僕がね、あ,のあんまりご遠出しなくなったっていうのはね、あ,の、まあ、ある意味、うん、不幸中の幸いかなとは思っております。はい よろししくお願いします、はいまあ、そもそもね、えー、1台だけ取りに行くってなると完全に赤なので、いつもはその2台以上、できれば4台、行き2台、帰り2台で、あのー、案件まとめていてたんですけども、はいあのー、そうじゃない方がスピード的には早いです、もちろん。はいあのー、公営さん配送とかでね、えー、やるんですけども。はい、以上、はいえーと、手短なんですけど、えー、そうやなことが気になったんでね。 でちょっとかあ下部のリンクの方に、下の概要欄のリンクのところにです、ね、あの神田さんの記事に、12月8日に出た記事が、ね、非常にこう秀逸でございますので、えー、載せておきます、あの元リルの,の神田さんね、えー、ご自身も宗谷岬、かなり行ってらっしゃる方で,で、僕と内藤さんの共通の,あの知人でもあります、も元は内藤さんのご紹介なんですけども、えー、冬、まあ、宗谷まで行かなくてもですね、雪 なんかちょっと走ってみようかなっていう人には非常にこう有用な記事になってますので、はいえー、そちらのリンクを書いた上で、えー、今日は締めたいと思います。ご、はい、ご視聴ありがとうございました